追うのはやめておきましょう。我々も傷を負っています。しかしあの竜は一体。あれは我の怒りだ。スカーサー、それはどういう意味だ。うん、あれはもともと我の一部だったものだ。古い器を壊された時、我は王家の仕打ちに激しい憤怒の情を抱いた。しかしその劇場に身を任せれば我は魔物になり下がってしまう。そう感じた我はとっさに魔力と共にその怒りを切り離したのだ。本来ならば我が身を離れた感情と魔力はそのまま無惨するはずだった。しかしそうはならず、あの黒い竜となって我々の前に現れたということか。あれはスカジ、我の怒りそのものだ。スカジ。ですがスカジからは魔力だけでなく確かな実体が感じられました。我がそなたの魔力を得て仮初めの器を得たのと同じことであろうな。スカジが生まれた頃、魔物が暴れ回るアルスター島では人の怒りや悲しみが渦巻いていた。それら負の感情が奴に器を得るだけの力を与えたのだろう。ならばスカジが生まれた原因は私じゃないか。このまま疲れた体で話し合っても良い案は浮かばないでしょう。確かに、ひとまず今日のところは休んで英気を養いましょう。この化け物が魔物を操るってのはどうやら本当みてえだな。ああ、こいつを利用して商人たちから金を巻き上げるのがこんなにうまくいくとはな。俺たちはボスの言う通りにやればいいんだ。ちょろい商売だぜ。なんだ。大丈夫だ。傷が痛むらしくてよ、ああやって吠えるんだよ。けっ、バケモンが急に脅かしやがって。いらっしゃい、スカーサハちゃん。うん、今日も仕事に精が出るな。で、何か珍しいものは入ったか。ごめんなさいね、招待の到着が遅れてるみたいで特に変わり映えはしないのよ。そうか、それはつまらんな。おい、スカーサハ、一人で先に行くなと言っているだろう。このような姿の我に遅れを取るとは情けない。あら、ノイシュ様もご一緒でしたか。いつも素敵なお兄ちゃんに遊んでもらえていいわね。我が世話を焼かせてやっておるのよ。やれやれ、まったく。ノイシュのやつ、スカーサハに振り回されっぱなしだな。お互いああ言ってますけど、なんだかいいコンビですね。ノイシュ様、町外れで正体が魔物に襲われて。承知した。
今すぐ救援に向かう。任せとけってんだ。行こうぜ。もう大丈夫だ。あとは我々に任せてくれ。後ろをお願いします。ノイシュ、良いところに戻りましたね。帰ってきて早々ですが、次の魔物退治をお願いします。はっ、承知しました。どうしたんですか、スカーサーちゃん。我の怒りの感情であるスカジの影響を受けて魔物が凶暴化しているのかもしれん。この島の魔物たちは長く我の力により抑圧を受けてきた。化け見たるスカジも影響を及ぼしやすいだろう。なるほど、厄介だな。やはりこのままでは限界がある。ディアドラ様には早急に力を取り戻してもらわねば。自ら町を守ろうと民が声を上げ